有限会社大阪イニオムの北村由志と申します。大阪府堺市中区にて学校制服、体操服、帽子、靴、給食エプロン等の学校衣料の販売、会社制服の販売をしております。何かお探しの商品、お困りごとがございましたらご連絡ください。皆様の役に少しでも立てれば幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日は2月の8日の水曜日ということですね。大阪堺の天気は曇りのち晴れということで、最高気温13度、最低気温は5度ということで、降水確率 10% ということですね。今日はちょっとね、先日よりちょっと暖かいですね。若干ね、ちょっと月かまだ私ちょっと更新できなかったんですけども、今日もまた頑張って営業しておりますので、皆さんよろしくお願いいたします。先日はちょっとあの小学校のにちょっと販売行ってまして、ご購入いただいたお客様、ありがとうございました。ですね、当店の方もですね、ちょっと当日買い揃えた人とかお店でも販売対応してますので、よろしくお願いいたします。ですね、あと中学校の制服のね、お問い合わせ等もいただいて、方もお店で順次対応してますので、週末は若干ちょっとお客さん集中したりする時間もあるので、まあ、事前にお電話とかいただいたら優先してさせていただきますし、飛び込みで来ていただいた方もちょっと予約の人がいてたら順次ちょっとお待ちいただいての対応になりますので、その点ご了承いただけたらと思います。ですね、あとは小学校の関連商品のエプロン、給食ですね、帽子、体操服等ですね、靴とかも順次お店で対応しますのでよろしくお願いいたします。あと会社制服等の対応もしますのでよろしくお願いいたします。あとですね、消毒液ですね、玄関に置いてますので、ご入店の際にはちょっとプシュッとご協力いただけたらと思います。インフルエンザでね、ちょっとかなり小学校さんとかもね、ちょっとクラス閉鎖とかね、いろいろ影響があるみたいなので、徐々にお気をつけいただけたらなと思います。お店の方もですね、10時から7時まで営業時間となっております。皆様のね、今日の一日が素晴らしい一日になるように祈りながら、本日も営業させていただいて、皆様のご来店をお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。